はい、今回はですね、じゃあセーラームスーパーズ、今度はパズルでお仕置きをということでやっていきたいと思います。ちょっと一個セーラームーンのゲームね止まってるんですけれども、まあ、あれはそのうちやるということで、なんつった今、何これすごいね、独特。オリジナルゲームってなんだろう、まあ、とりあえず一人で遊ぶ。あーなるほど、待って、最初から全員いるんだ。変身後の人と変身してない差は何なんだろう待って、プルート変身後しかなくない？せつなさんの普通の服を用意してくれ。絶対相手そうなの？これね、ルール分かってないんだけど大丈夫？なんか簡単そう。簡単じゃない？食らいなさい。食らいなさい、チビウサ。教育的指導。え？プルート強いんじゃない？ほら。えいって言われた。この野郎負けないわよ。あなたも真っ黒じゃないの、上の方。大丈夫かしら？終わっちゃった。これちょっと増やしてほしい。え？何も動き、あ、これ動くんだ。へえ。へえ。思ったんだけど。減らしすぎたら減らしすぎたで響くない？ほら、これ何をした勝利なんですか？綺麗さっぱり全部なくなったら勝利？無理よ。ちょっとどうしたらいいの？黒いぞ、だいぶ黒いぞ。ちょっとチビユサ、黒も消えるのね。積んでない？それで勝ちはどうしたら？何かプルートを助けて。困ってるよプルート、今私なんだけど困ってるの。点数書いてあったね今ね。あ、なんか後って書いてある。どうしたんだろう、動くんかい。でも背景おしゃれじゃない？プルートの方が。ねえ。背景のおしゃれさで勝ってると思うんだけど、どうして。もう説明書とかないんでね、ちょっとわかんないんだよね。何が正解か。そうなんだよ。パズルゲームって難しいよね。やっぱそういうルールがあるじゃない？ルナピアタックされたんだけど、ちょっと待ってよ、デッドスクリームしてやりたいんだけど、ちょっと許せない。負けたんだけど。全部消せるように持っていかなきゃいけないってこと？適当に当てたからいけるのかな？そういうことだよね、多分。
そうでしょう。わかんない。難しいよ。お子様できる？できないと思う。私お子様代表。めっちゃ攻めてくるじゃん。あー、やだ。黒邪魔。ちょっと待って。本気出すな、チビウさ。本気を出すんじゃない。私は分かってないんだよ。ちょっと、やめてよ。あ、無理や。っていうのが技なの？そうなんだろうね。あ、出たよ、なんか。あ、なんか向こうに徳をあげた気がする。ね。はあ、あ、本当にゼロになっちゃう。やっぱゼロにするのがあれなんだ。待って、むずくない？このパズル。手加減したの。ストーリーモードとかはないよね、きっとね。だからいいんだけど、あんのかな。ちょっと待って、本気？許せない。パズルでお仕置きされたってこと、私が。そういうことよね。ちょっと待って、一人で遊ぶ。もう今、ウサギと同じ気持ち。これコンピューターをさ、キャラに変えれないの？コンピューター変えたいんですけど。絶対にちびうさなのね。れいちゃん頑張ろう。どうしたらいいと思う、れいちゃん教えて。上から順に消していった方がいいのかな。そういうこと？ちびうさのパクリしよう。ちびうさの行動をパクる、私。そうだね。パクっていこう、パクって、よし。なくせばいいってもんでもないってことだよね。結局はね。ちょっと多くない？やめてよ。折檻するよ。悪いけど。ちょっと折檻するよ。なんなの？パズル苦手だな。やっぱり、テトリスとかできないタイプだからね。ぷよぷよとかね、確かにちょっときついかもしれない。ちょ、コンピューター強くね？っていうか冷静に話はそこからよ。悪いけど。あ、無理。
何もなるほどじゃないの面白くない？あ、ちょっと今一瞬来たかなって思った。あ、来てるかもしれない。どこ行った今？向こう行っちゃった。あらららら。あ、来てるかも。あ、大好き。マーニングマンダラ大好き。燃えてますよ。大丈夫ですか？そんなこと言ってる場合じゃないわね。おマジ？ちょっと待ってよ。おい。あ。悔しい。でもなんか意味は分かってきた。意味ね。なるほどね。そういうことか。で、ってことは、ちょっと黒、ほんとやめて。いや、すげえ落ちてくるじゃん。ちびうさん、容赦って知ってる？ねえ。ちょっとやっぱね、年長者を敬おうっていう気持ちを持とうよ。もう、無理よ。うわ、無理だ。上手い人からしたらさ、なんでって思うと思う。無理なの。でも意外とさっきより減ってるんじゃない？ねえ。いや、ちびうさが利口すぎるって。知らないもん、そんな利口な世界線のちびうさ。待って、もうちょっと、ねえ、もうちょっと。もうちょっと待って。あ、やらかした。はい、マンダラ。あ。あ。私はもう勝てないのかな。待って、フルートがダメ、マーズがダメってなったらもう、もうよね。ずっとちびうさに負けてるっていう事実がちょっと。待って待って待って、分かった。じゃ、せめて、せめてよ。一生はしよう。行くわよ、ウサギ。一生はするわよ。一生せめてできればね、まだ救われる。
やりすぎ？なんかもう最初みたいにどんどん消したらもう、と意外といけるかもしれない。ね。いやいや。ほらほらほら。え、意外といい。ね、意外といいよね。ダメかも。まあ、ダメかも。やめてよ。終わった。え、待って。消えたんだけど。え、それ強くない？え、強いじゃん。うさぎ、あんたいいよ。ちょっと。いや、こっちかな。いけるいけるいけるって。今落ちて。よし、え、待って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 。いけるって。うさぎ。落とせ早く。一個余った。うさぎ。やばい、ルナピアタックって言ってる。よし。負けよ。認めなさい。うん。やっぱウサギなのかな。ウサギなのかもしれない。腐っても主人公。うん、いじめを最初にしとこう。いっぱい、うん、はい、よいしょ。いやいや、ちょっと待って、意外と黒が来てる。よろしくないわよ。はい。いや。ちょっと。多いな。ここに貼ろう。今回は厳しいかも。さすがに。意外といけてるよ。はい、ハードアタック。すごいやるじゃんって。ダメかもね。うわ、厳しい。鍵もっと取っといた方がいいのかな。あの、ね。そうだね。はい、ちょっとね、カット入ったかと思うんですけど、3回戦目ですね。さっきの負けました。でしょうねっていう。困ったね。どうしよう。これ勝てばまあいいんだけど、
ってますかと問われたらちょっと危うい、うん、いやもっと攻撃仕掛けていこう、うん、いいよいいよで、意外と思ったよりねいいかもしれない。邪魔だねこれ。いやもうちょいもうちょいもうちょい、やめてよアタックでさ、結構消せんじゃないこれ。はい。あれ、早くできないのかな、あの、落ちてくるやつのスピード。いやー、惜しい。もはや惜しいよね。ミスった。ごめんなさい、ミスって今押すべきじゃなかった。こっちかな、一個上乗せた方がいいもんね。あ、いった、勝った勝った勝った。ういって感じ。ちょっと無理よ、全員倒すの未来すぎるでしょそんなの。なるほどね。あ、でも人とやったらなんか喧嘩しそう、うん、いい意味でね、喧嘩の源になりそうだよね。やった。いや、私子供の頃やったら絶対喧嘩してるもん、これ人とやったら。はぁ？みたいな。よいしょ。攻撃しまくってやれ。それが私。申し訳ないけど、嫌な女と言われてもいい、攻撃をするんだでも意外とじゃない、ほら意外とだよ。いける、アタック。アタック。余計なことしないで。39。終わった。終わった。無理だ。なんだこの地獄の戦いは。終わりだ。何も押せない。え、まあでも人間諦めも大事だよね。
向こうが有利すぎる。何かできない？できないね。消せないからね。うわ、いいな。もう向こう着実に消すだけでいいもんな。もう向こうの勝ちやわ。うちの負けです。はい、休憩はできるけどやめるはないだよ。過酷よ。だからスパルタよ。なんか変わる場所ないもんね。うわっ、わかる。泣けるよね。わかる。うん、ここで勝てばいいんじゃない。ここで下げてやる。本当に行け。無理か。さっき潰せたのキトキだったのかな。結構奇跡だったのかも。ダメだ、さっきと同じ流れだ。完全にさっきと同じ流れだ。待って、黄色えぐくない？向こう何してんのあいつ。ちょっとやめなよ女子。うわぁ、終わりです。これは終わりでしょうよ、どう見たって。救えると思えない。こっから最悪だ。こんなもんだよね。じゃあで使ってやれ、怒りの。もう使えないうち、くそ。うわー、やめなよ。やっぱ勢いでやるのは良くないのかもしれない。うん、でも運だよね。私このゲーム勝つの多分運だから。全部もう終わりやん。向こうの勝ちです。さよなら。よし、ということで。いやちょっと私にはむずいね。こんなむずいんだ。ヒロインは負けない。偽ヒロインって言われた。まあそうだよね、偽ヒロインでした。ごめんなさい。ヒロインには勝てないよ。だって偽ヒロインなんだもん。パスワード、月のうさぎでーす。マジで言ってんの？面白。面白。パスワードある時代いいね。今はなき。このオリジナルゲームってのは何なんだろう。
わかんないけど、ちょっと待って、押しちゃった。いやだ、違う、これ次回やりましょうかね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。